すべて紹介し終わるまで終われません。続きまして悪魔のプーさんよりねピグレットやってまいります。時間が自動でね、増えるタイプのツムでございます。だから前回というかそのだいぶ前だけどあのなんだっけあ名前忘れた あのフクロウのオウム、だからそうフクロウのオウム、オウムじゃねえよ、フクロウでオウムってわけわかんねえだろだからフクロウのオウムのキャラをね作っオール、うん、やばい、フクロウのオールを使った時にスキルが溜まったら自動でボムを出してくれるっていうやつがいたじゃないですか。だから熊野プーさんはなんかこう自動でね時間を増やしてくれる系、時間というか自動でスキルを増やして、やばいな、神々だ、自動でスキルを発動してくれる系ツムが多いのかなと思うんですよね。この後にまた紹介するところにいるんですけど、プーさんとかもなんか自動、じゃあ時が止まるんだったかな、あれ確か自動じゃなかったかな、うん、というところなんですけどね。まあ時が止まったところでなんて言うんだろうな、結局ツムを消せたりとかコイン稼げるようなくらいの数消せてなかったら意味はないんだけどね、うん、ただまあめちゃめちゃ時間増えるよね、うん、これでねもっとなんかボムとかもまとめてブク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 って出せたらすごい余暇感じっていうところなんだけどね、うん、ほい、もうピグレットはねもうとにかくね口癖をよくモノマネしましたよね、どうしようっていうね、うん、ここでピグレットって最初何のキャラか分かんなかったんだけど、小豚ちゃんらしいですね、うん、男の子の小豚ちゃん可愛いよね、小豚ってね、東京ドイツ村っていうね、ドイツ、東京でもなくドイツでもなく千葉県にあるね、ドイツ村というところにね小豚ちゃん3匹の兄弟が、あれ自動で増えなかった、あ発動までの時間が足りなかったというオチか、うん、まあ、小豚ちゃんがねあの3匹兄弟でいたんですけど、日向ぼっこしてる姿なんか可愛かったりしたよな、うん、はい、ということでまた次回お会いいたしましょう。